どうも、塩田圭です。圭っていうのは、漢字では、蛍って書きます。父親は、皆さん知ってると思いますが、塩田渚です。お父さんの出身大学が、慶接大学っていうんだけど、その大学の名前からなぜか一文字取られたっていう、よくわからない名前です。気に入ってますけど。お母さんは、かやのかえでなんて呼ばれてたこともあるみたいですね。本名は雪村あかりです。今は、塩田あかりですね。雪村の雪は僕の名前には関係ないんですけど、慶接大学を出て、雪村って人と結婚して、息子の名前は蛍みたいな感じで、塩田、K です。今日はお父さんとお母さんがちょっと旅行に出ているので、動画なんてのを撮ってみようと思います。皆さんは、うちの父と母がどのような人生を送ったかっていうのに多少興味があるんじゃないかなと思います。中学校時代はいろいろあったみたいですけど、僕は生まれて通り、結婚したんですよ。うちのお父さんはちゃんと中学の時の夢を叶えて学校の先生になりました。中学校の先生ですね。そしてお母さんは女優です。最近はそんなに仕事してないみたいですけど、マセハルナとかっていう名前で、子役をやっていて、で高校の時にまた女優業を再開したんですけど、なんでしょうね。結構その見た目が幼いっていう理由で、高校生なのに中学生役とか、下手すら小学生役とかそういう特殊な事情の役をやることも多かったみたいなんですけど、今はちゃんと大人の役をやってます。はい。僕はね、至って普通の人生なんですけど、うちの両親は中学時代にいろいろあったみたいですね。なんでも今地球が普通に存在してられるのは、うちのお父さんとお母さんが頑張ったからだと聞いています。これもう冗談みたいな話ですよね、本当に。そんな15年じゃないか、20年ぐらい前にそんなことがあったんだって感じですけど、なんでも地球は滅びる危機にあったらしいですね。黒先生とかいう、超生物がいたらしくて、冗談みたいな話ですけど、うちの両親もそう言ってるんで信じてますし、写真とかもあるんで、それは見てたりするんですけど、なんとね、うちのお母さんは、コロ先生の敵に胸を、撃ち抜かれて、この辺にこう、ぽっかり穴が開いちゃって、その先生に、コロ先生に命を助けてもらったそうなんです。なんでも血とか細胞を全部集めた上で、コロ先生の粘液とかも体の中に埋め込まれて、でそれで命を取り留めたらしいんですね。そんな変な生物を、粘液を体の中に入れちゃって、お母さん大丈夫だったのって思うんですけど、大丈夫だったみたいですね。普通の人よりちょっと足が速くなったとか、体が強くなったとかはあったみたいなんですけど、今現在まで、元気にしてますよ、うちの母親は。元気すぎるぐらいですね。嘘みたいな話ですけど、お母さんがこの先生のおかげで死ななかったから、
今の僕がいるってことを考えると、まあ命の恩人みたいなもんですよね。うん、まあ、おとぎ話みたいな話ですけど、それに信じて感謝してますよ、コロ先生には。うん、コロ先生がいたから、僕が生まれたわけですからね。うん。まあ、そんなことを、ちょっと動画にしてみました。うちの両親は、まだ元気です。おばあちゃんは、とてもいい人です。うん、まあ、なんか、信じられないくらい凶暴だった時期もあったそうなんですけど、まあ髪の毛を伸ばせとかも言ってこないですし、うん、おばあちゃんも元気ですね。いやしかし、コロ先生がいた、くぬぎが丘中学っていうのはどういうものだったのかななんて思いますね。うん、両親の話を聞いてると。じゃあまあ動画はこれぐらいで。うん、最後にちょっと僕の得意技なんかを、皆さんにお知らせしてみようかと思います。こう見えて僕はすごく足が速いんですよ。マッハ20で走れたりなんかにしてね。なんて